湖影館加賀の館主が四角へと改修工事が終わり、伊豆、物、館主四角への改修工事が間もなく始まる中、F-35B 戦闘機が2024年にニュータバル基地に配備されます。ようやく、軽空母化計画が実践に移ってきました。今回は、F-35B 戦闘機配備と、南西防衛を詳しく深掘りしていきます。大規模なガチンコ日米訓練開始で、ハイマース訓練も実施。台湾有事を念頭に置いて、南西防衛。尖閣強化も必要な時期に来ています。中国の動きが気になるところです。三島空母がうろうろしてますしね。離島防衛を想定して、自衛隊とアメリカ軍の大規模な共同訓練が、九州、沖縄などで14日からスタートしました。この共同訓練は、陸自とアメリカ海兵隊が離島防衛を想定して今月末にかけて約6400人が参加して、九州、沖縄と北海道で行う予定ということです。熊本市で行われた開始式では、陸自西部方面隊総監が、この訓練は、日本やインド太平洋地域の安全保障に直結すると述べ、アメリカ第3海兵兵団軍の司令官は、国家防衛を託されたものとして、お互いの絆を強めることが重要と述べました。今回は、アメリカ軍が、沖縄県の石垣島に初めて展開、艦艇や航空機が南西諸島に接近してきたと仮定し、日本、アメリカが共同で対処する手順を確認することになっています。また、陸上自衛隊のオスプレイが、初めて沖縄県内を飛行、怪我人輸送の訓練を行うほか、大分県や北海道の演習場では実弾射撃訓練を行う予定になっています。海洋進出の動きを強める中国を念頭に、二国の連携をさらに強化しようという狙いがあると思われます。今回の訓練に対して、沖縄県は、防衛省に、県民生活への影響を最小限に止めるように要請しています。訓練内容を少し紹介します。大分、鹿児島両県の演習場で、上陸する敵への迎撃訓練などを行い、航続距離が、輸送ヘリコプターの4倍を超える輸送機オスプレイを、沖縄県の石垣島で初めて飛行させて、輸送訓練を行います。アメリカ軍は、ウクライナに供与した高機動ロケット砲システムハイマースなどの射撃訓練も、陸自と共同で実施することになっています。この計画に携わる陸自幹部の言葉ですが、来年1月には、中国が武力統一も辞さないとする台湾で総統選がある。台湾有事も、念頭に事態を注視していかなければ、訓練は、自衛隊が積み上げてきた南西防衛力の将来像にふさわしいものとして、これまで以上に実戦を意識したものとなるとのことでした。中国の軍備拡張に拍車がかかっているのは、皆さんもご存知でしょう。そんな中国に危機感を覚えた政府は、2013年、平成25年、防衛計画の大綱、防衛大綱で、島部を含む九州、沖縄の防衛力強化を前面に打ち出しました。当時の政権は、東日本大震災から、まだ2年しか経っていないのに、被災地復旧より防衛費に金を注ぎ込むことを優先したわけですね。沖縄本島にしか陸自部隊が配置されなかったので、南西諸島は、防衛力の空白地帯と呼ばれる時代が続いていたのですが、前述の通り、部隊配置を南西シフトへ変更することになりました。防衛省は、2016以降、日本最西端の沖縄県与那国島や宮古、石垣両島、鹿児島県奄美大島に、陸自の駐屯地を次々と設置しました。防衛省は、有事に際して国内各地に分散配置された部隊を、短期間で、迅速に進出可能な機動展開能力を構築することを基としているようです。2018年には、熊本市に司令部を置く陸自機関第8師団を機動師団に改編、有事には、ヘリなどで南西諸島に緊急展開させる手はずを整えました。2023年度中には、長崎県を拠点として、離島防衛と奪還を担当する陸自水陸機動団を3個連隊体制に増強。2年後の2025年7月には、オスプレイ17機を、千葉県から佐賀市へ前進配備させる計画になっているそうです。大分県の湯布院駐屯地には、
2024年度末まで地対艦ミサイル連隊を創設し、将来的には敵の射程圏外から発射できるスタンドオフミサイルも配備する方向で調整を進めているようです。このような部隊を小型艇や中型船で運ぶ新部隊海上輸送群仮称も2024年度末に発足させる計画で、海上輸送力を強化するのが目的です。来年度予算概算要求には機動集艇3隻の購入代として173億円を計上。この一部を沖縄と九州の中間の奄美大島に置く構想も存在するそうです。宮崎県の空自ニュータバル基地には2024年度短距離離陸や垂直着陸が可能な最新 AF-35B ステルス戦闘機6機を国内で初めて配備します。20機ほどの1個飛行隊へ発展させた上で、空母となる出雲、片護衛艦での艦載運用も想定しています。配備を容認する地元自治体も多いようです。日本を取り巻く安全保障環境悪化に加え、部隊身辺に伴って隊員が移住してくるので、高齢化、過疎化対策にもつながるという期待が寄せられているのです。ニュータバル基地のある宮崎県新富町長は、基地の重要性は理解している、人口増も町にプラスと述べ、騒音対策を国に働きかけていくという考えを示しました。オスプレイを受け入れる佐賀県の山口知事は4月の記者会見で、国防は大切、負担は国全体で分担すべきと話しました。ここで尖閣諸島の調査航海に同行した報道関係者のレポートを紹介します。強引な海洋進出を進める中国のせいで、日本が自由に活動できなくなった尖閣諸島、沖縄県石垣市と周辺海域で30日に石垣市の調査航海が行われた。報道機関として国有化以降初めて行政機関の船に同乗。目の当たりにしたのは、我が物顔で航行する中国海峡局の船と海上保安庁の巡視船がせめぎ合う緊迫の海だった。30日午前4時半、未だ暗闇に包まれた東シナ海を航行する作業船新与丸の操舵室に入った。船はすでに尖閣諸島の接続水域、領海の外側約 22km に入っていて、後方で見守る海保巡視船のライトも見える。その数キロメートル先には赤い光が船体に確認できた。海峡船だろう。海保の巡視船は新与丸への接近を阻むようにぴったりと張り付いている。新与丸を操縦していた乗組員によると、直前海峡船から無線で新与丸と英語を交えて呼びかけられたが、無用なトラブルを回避するため呼びかけに応じる必要はないと海保からアドバイスされていたので応答しなかったそうだ。船内が慌ただしくなったのは午前5時前のことだった。日本語と中国語の2言語で警告を発する海峡船のアナウンスが響いたのである。こちらは中国海峡、長魚島、尖閣諸島の中国名を含む島々は古来から中国固有の領土、直ちに退去してください、領海内で操業していた日本漁船4隻への無線を拾ったものだ。新与丸を追う船を含めて4隻の海峡船が領海に侵入していたので、海保側も負けじと、ここは日本の領海であり貴船の主張は受け入れられないと応酬退去を求めていた。夜が明けた午前7時前、同諸島最大の魚釣島のシルエットが見えてきた。海峡船は巡視船に進路を阻まれたためか視界から消えていた。午前7時50分頃に新与丸は魚釣島の南約 2km に停泊。調査を委託された東海大職員や学生らがドローンを操縦し、島の海岸線ギリギリまで接近し、崩れた地形の有無や植生の状態を上空から確認した。それから約2時間後、海峡がいる乗組員の声で辺りを見回すと、海保に取り囲まれて煙を吐く船が目に飛び込んできた。甲板にいた乗組員や報道陣が一斉にカメラを構える。肉眼でも
船体の赤いラインが見えるほどの距離。望遠レンズを除く中国海峡の文字が見えた。これとは別の海峡船を確認した人もいる。新与丸に近づかないように巡視船が数隻で囲んだので、距離を詰められることはなかった。調査中、新与丸を囲むように配置された巡視船は8隻。東海大の山田教授は、海峡船に接近され、移動しながらドローンを飛ばす準備もしていたが、落ち着いて撮影できたと海保の警備に感謝していた。新与丸は、魚釣島、南小島、北小島の外側を一周し、水温や塩分を計測する装置でデータを収集した。調査に同行した行政関係者は、上陸も含めて早期に現地調査を実現したいと語った。日本の領土、領海でありながら、自由で安全に調査が行えない状況を見て、日中の対立に翻弄される地域のもどかしさを実感した。